ことを言ってもらえると、逆に自分の方もやっぱりこんな中レスリングやらせてもらって、オリンピックで自分のこう夢を叶えさせてもらったのでありがとうございましたって言いたいんですけど、みんながそういうふうにあの笑顔になってくれるので、そう思うとそういうスポーツの力とかっていうのは本当にすごいんだなっていうことを私も改めて感じました。時代は今変わってゆく、僕たちには願いがある、この涙もその笑顔も全てを繋いで、
隊長田村守三等陸佐でした。